はい、どうもこんにちは、クリスです。シバです。よろしくお願いします。こちらのチャンネルはですね、美容師として元日本一であるこの渋谷が街中にいる磨けば輝く原石みたいな方に突撃で声をかけさせていただいて、髪切ったり服コーディネートしてビフォーアフターさせていただきますっていうチャンネルになっております。はい、というところで本日も匠よろしくお願いします。今回はまたモニターさんをやらせていただくっていうところでね、はい、本日も頑張っていきましょう。はい、はい、いきましょう。はじめまして、視聴者です。ゆうきと申します。38、今年9ですね。今回ですね、私の妻が働けない旦那を何とかしてほしいっていうことが楽しみにしてます。ありがとうございます。奥様もありがとうございます、本当に。奥様すごく動画見ていただいたってことで、今日はかっこよく伝えます。ありがとうございます。ゆうきさん、名前ゆうきなんで、僕ダブルゆうき。ダブルゆうきやからね。はい、頑張らせていただきます。お願いします。はい、よろしくお願いします。今日はこちらでコーディネートしていきます。実は社長なんですよね。そうなんですよ、会社を。そうなんですよ、なんでその立場とか、まあ、好みとか、まあ、いろんなことを考慮しつつ伺っていきたいな。そうですね、なんかね、こんなんじゃあんまりそうですよね。失礼かもしれないですけど、まあ、社長感あんまないかなところがあるんで、ゆうきさんのかっこよさ生かしつつ、人にね、選んでもらうとかっていうのも変な感覚あるかもしれないですけどね、まあ、ぜひこの機会を楽しんでいただけたらと思います。です。お疲れ様です。お疲れ様でした。ゆうきさんどうでしたか。普段選ばないようなものをたくさん聞きました。あ、ほんまですか。楽しみです。あ、わかりました。まあ渋谷の方で多分計算があった上で服選んでると思いますんで、はい、次じゃあカットの方行きましょうか。はい、よろしくお願いします。改めてゆうきさん、今回はありがとうございます。 ありがとうございます。実際どうですか、今こうカメラ回させてもらってますけど、心境的には。そうですね、そんなかっこよくなるとかあるかなって思いましたけど、めちゃくちゃなりそうと。マジですか、すごい。にも綺麗にしていただければ、なんか人生変わりそうな予感がしています。ありがたいですね、はい、ほんまにすごいな。服ずっと動画拝見してましたけど、皆さんすごいいい機会をなって、まあ、今後もなんかおしゃれ楽しもうとか、もっと自信を持てるとか、すごい素敵な企画だなと本当にワクワクしております。ありがとうございます。コメントもめちゃめちゃ嬉しいし、もうなんか素晴らしいこと言ってくれはって、まあ奥さんのためにもみたいなのちょっとありますかね。そうですね、もうちょっとかっこよくなってほしいということで、旦那様の前で言うのはちょっとあれですけど、奥さんすごい綺麗な人やから、今でもねお似合いなご夫婦ではあるんですけど、もっとこう磨かせていただこうと思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。自信を持って肩を並べられるようにね、彼女は。いや、改めて今回よろしくお願いします。お願いします。あとこれ、お土産なんですけど。おお、すみません、わざわざすみません、ありがとうございます。はいはい、モバイルバッテリーなんですけど。あ、これゆうきさんの会社のやつですか。そうなんですよ、アメリカから持ってきましたんで。すごい、ゆうきさんの会社のやつやって。どういうことですか。あ、俺俺がと思った。めんどくさいな、今日の動画はお前のこと渋谷って呼ぶから。めんどくさいな。すみません、ありがとうございます。気使ってくれって。モバイルバッテリーですか。使ってほしい。そう、うわ、めちゃくちゃいいじゃん。何アンペアぐらいなんですか。できる風出すな。あの、一応僕 IT 企業で勤めてたんで。おっとキモいぞ。これもかわいい。こっちもくれるんですか。これも、はい。やった、なんかありがとうございます。すごい、めちゃめちゃくれました。ありがとうございます。俺ら服渡すやつより高いんちゃうか。いや、高いぞこれ。全然高いぞ。じゃあ最初にちょっと伝えておきますね。ゆうきさんのこの会社なんて商品ですか。これゼンデュアっていうブランド。あ、はいはい、かしこまりました。ゼンデュアのモバイルバッテリーとケーブルですね。モバイルバッテリー、ケーブル、はい、ありがとうございます。本当に皆さんも見てみてください。ではダブルゆうきさん、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。渋谷さん、今回はどういうイメージですか。品がある感じか若々しい感じか、どっちがいいですかみたいな話してて、品を出したいみたいな感じだったので、そういう雰囲気で似合わせつつって感じで進んでいきます。わかりました。まあ、改めてですけど、ゆきさん、とこまえですけどね、もうこの時点から。ありがとうございます。反町隆史と似てますよね、でも。めちゃくちゃ気分いい。
渋谷さん、ゆうきさんのこのもみあげを切ってる時にさ、上の方まで買っていったけどさ、もみあげの長さって本来どこがベストなの？だいたい目安は耳の真ん中ぐらいかな。ゆうきさん結構長いんで、もみあげこの辺まで入ってるからこれはちょっと長すぎるかな。あ、ちょうど耳の穴の真横に来るぐらいね。うん、じゃあよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。毎度のことですけど、一度お別れをさせていただくというやつですね。奥さんにアフターの状態で感動してもらえるようにの、せめての僕らのあれなんで。まあでも改めて今日はね、ありがとうございます。ありがとうございます。社長さんっていうところでね、僕とゆきさんもこの間ちょっと自分らで会社立ち上げて、形ばっかですけど僕らも社長デビューしたってとこやったんで、いろいろお話聞けたらって思っちゃってるんですけど、ゆきさんのこれまでとかなんかざっくり聞いてもいいですか？うん、言ってもちっちゃい、まあ、バッテリーの会社の社長なんですけど、なんか今ってまあこういう状況だから、逆に新しい需要みたいのがあって、まあ皆さんの新しい生活とかを電力のから助けてあげられるっていうのが、まあ、今新しく取り組んでるところですよね。すごいな。もともとアメリカの会社やったやつを日本に持ってきて普及させていってるみたいなとこやったんですよね。そうです。マクドナルドでいうとこの藤田伝さんみたいな、藤田伝さんみたいな。もう今結城さんっておいくつでしたっけ？今30、今年9です。どういう生き方してきたとか聞いてもいいですか？もともと大学が早稲田はいはい、はいはい、でそこから基本的に IT を、最初はまあソフトバンクで10年ぐらいいたんですけど、ちょっと話変わっちゃうんですけど、応募してくれた、まあ、私の奥さん、彼女結構スーパースペック、仕事もバリバリやるし、結婚する前にこの子に何か一つでも勝たなきゃっていう思いがすごい生まれてきて、すごい、あ、まあ、結婚をしてくださいって言った時に合わせて僕は海外に行きます。うんうん、僕次さ単身でシンガポール行って、結婚はしたけどプラス離れ離れで、2年間ぐらいあっち行って帰ってきたんですよね。その時に結構衝撃だったのが、うちの奥さんがなんか僕が海外働いてるの楽しそうみたいな感じで、うん、急にお勉強をしだして、うん、なんかトイックも900点取っちゃうし、300から900、2年で行ったんですか？来ましたね。ポケモンじゃないですか。話したと思ったら、はい、また抜かれた。すごいな、めちゃめちゃ羨ましいっすよ。ゆきさんはその一度就職してそこでこうずっと長いことやるっていうよりかは、まあ奥さんとの出会いもあって、お互い常にスキルアップしながら仕事とか変えていってみたいな。そうですね、そういう生き方なんですかね。はいはい、まあ、お互いっていうのは僕がずっと追っかけてる感じですよね。あ、そうなんですね。負けたくねえ、まあ、そんな感じでやってきてるんですけど、彼女は、まあ、まあ頑張ってるけど、他抜けないよ。彼女って大学時代から知って大学時代同じサークルにちょっといたことがあったんですけど、僕その時話は喋ったことないんですよ。なぜなら僕はなんかこう端っこの方、女性と喋るとかできない。で、まあ、彼女は割となんかいろんな人、確かに明るい感じですよね。明るい感じの、これ言い方ひどいですけど、モテてきたキラキラした奥さんとクラスの端の方にいた僕みたいな、そんな感じだったんですかね。まあ、なんで結婚したけれども、まあ、彼女はだからそういう時代のを知ってるし、やっぱもうちょっと働けた方がいいんじゃない。奥さんも、奥さんもさっき言ってましたけど、電車で会うのにもったいないみたいな感じですよね。いや、身長高いし鼻も高いし、うん、男前ね、ね、社長やしみたいな、今のところ最強のポテンシャルでしかないですよね。むしろそれこそこの間ある夫婦をこう結婚式成功させるためにっていうので、こう大変身みたいな動画撮らせてもらったんですけど、なんかその人らのやつからやっぱ結婚ってすごいなってちょっと思うところがあって、とはいえ僕らめちゃくちゃ仕事好きやし、ゆうきさんとね、奥さんのそのお互い切磋琢磨し合うような関係、こういうパターンやったら今すぐにでも結婚めちゃめちゃいいんかもしれへんってちょっと思いましたよね。厳しいんですか？めっちゃ声ちっちゃなった。でもね、本当に僕もだから動画すごい拝見して、何がいいかって、まあそう、お二人がやっぱ人柄がいいし、すごいリスペクトしてくれるじゃないですか。おお、はい、こういうきっかけ一回あると自分もちょっとおしゃれしていいなとか。
濃い髪型していいんだとか、そういうきっかけになるのがね、本当に嬉しい。ありがとうございます。さっきね、こうゆきさんと僕2人でカメラ待ってないところで喋らせてもらいましたけど、いや僕なんかがかっこよくなっていいのか分かんないし、俺がこの服はってやっぱ思っちゃうんですよねみたいなおっしゃってたから、そういう風に思ってはる方にはきっかけになるんかなって思いましたわね。そんなグズグズ言われても全部いやもうかっこいい大丈夫ですでそれでなんかこう、あなんか俺もこれ着ていいんだなみたいな感じになってくんですよ徐々に、まあ、その1回で変わるとは言わないですけど、なんかきっかけになればいいかなぐらいで僕も提案してるんで、まあ、ありがたいですね、そう言ってもらえたら。うん、いや嬉しい限りですね、本当に人の大きく影響を与えてるんじゃないですかね。いやとんでもないです。モバイルバッテリーの方が実用的です全然カメラ撮るやつと髪の毛切るやつなんか世の中腐るほどで、まあ、バッテリーには買い難いんで、センターパートで美容師なんか誰でも8万人ぐらい8万人ぐらいまあそうやってね、いろんな思いがある中で渋谷さんこう髪の毛切らしてもらってますけど、今日の時はどうですか。いやいいっすよ。終わり終わり、ありがとうございましたすいません、こういう伝わりましょうね、動画見てるときに。あの楽しそうだなってありがとうございます全然なんかさっきからなんかカメラ回してないところで一生 IT トークしやがってよなんやねんほんまに。好きなんだよね、ガジェットとかそういう。どうですか、本場の人はこういう中途半端な知識持ってる人間が、はい、最近の流行はアンカーっすよねみたいな流行なんて言ってねえ純粋なそういうお話聞くのめっちゃ嬉しいですよ。おー、そうなんですね。今ってそう客観的な視点で市場ってどう見えてるのかなっていうのを、うん、聞きできるのは、一応渋谷の意見は一応貴重なもんとして貴重ですね、受け取ってくれてたんですか。あ、ありがとうございます。ゆうきさんもっともっとあの IT のこと喋って怖っ次お前俺にだけ下手すくそすぎるよずっと様です。いいですね、反町隆史の出来上がりですね、渋谷さん気持ちよすぎて、ありがとうございますお二人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆきさん本日はありがとうございました。ありがとうございました。そう、見たことのない自分がいるな、ここら辺エフェクトキラキラーなって感じしますもんねありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。すごい。じゃあ奥さん店に行きましょうか。行きましょう。はい、よろしくお願いします。
はい、ってところで終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。めちゃめちゃいいですね。清潔感モンスターやな、ほんと。先にじゃあ、ゆきさん、今回のコンセプトだけまたお聞きしてもいいですか？元から男前なんで、どこに振ってもかっこよく決まるなってのがあったんですけど、まあ、サーファーっぽくとか、社長っぽくとか、品格ある感じとか、まあ、全部できるんですけど、まあ、今回は僕のテーマ的には社長の休日みたいな、清潔感ある感じにまとめたいなってのがあったので、まあそんな感じの服と、あと髪も今回遊ばせるっていうよりかは綺麗に作ったっていう感じですね。サーファー寄りの感じにしたら豪華さは出せるし、綺麗めにやったら洗練さが出てくるしみたいな話もしててね、多分どっちに振ってもめちゃめちゃいいと思うんで、かっこいい。こっから先の展開っていうのは奥さんとねまた発見されていってもいいんじゃないかなって思いますよね。最後にちょっとざっくり感想とかまた聞いてもいいですか？今あの二人の感想聞きながら僕の表情がそんなのなんか自然に切れてなんで、いや全然すごい。お二人なんかこう楽しくやらせてもらって、もう最後は顔剃りされながらめっちゃ切っていやすいません、外でガチャガチャ言うてましたけどこういう自分がいるんだなと思って発見できたのすごい嬉しいです、ね。ありがとうございました。ちょっと最後、まあそんな言えるあれじゃないですけど、今回このゆきさんの話も聞かせてもらった上で、いろんな思いがあってね、会社やられてるみたいなので、よかったら皆さん充電器のやつ見てみてください。まあ我々としても撮影ね、本日楽しくやらせていただきました。そんな感じで今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。奥さんに見せるのなんか心境とかどうでしょうか？緊張はしないですか？別に。あ、ほんとか、まあ、いい反応はしてくれたら、いいですね。ありましたあはは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 はありがとうございます。肌がなんかちょっとですね、確かにこう見ると何も塗ってないですよ。どうでしょうか、旦那様の。いやー、めちゃくちゃ、なんか最初がね、ひどい格好だったから、うん、いやめっちゃいいじゃないですか。思いますか。よかったっすよ、ありがとうございます。ほんまに自分じゃ買わない。奥様、今回本当にご連絡くださってありがとうございました。ありがとうございます。改めて本日はありがとうございました、ゆきさん。奥様からの反応もね、素敵なやついただけて嬉しかったっすわ。どうですか、実際奥さんからの反応をもらって。そうですね、やっぱ目の当たりにするってそんな簡単だなって思いますか。思いました。ありがとうございます、本当に。今回はあくまでね、ちょっと一つのレパートリーに過ぎないので、中でも話しましたけど、サーフ系な感じでもやってもバチバチに似合うと思いありますんで、こっから先のね、さらなるおしゃれを奥さんとまた見つけていただけたらと思いますわ。ゆきさん、本日はほんまにありがとうございました。ありがとうございました。じゃあゆきさん、お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。奥さんもありがとうございました、本当に。お気をつけて、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。めちゃめちゃ男前やったね。ポテンシャル高いわ、ポテンシャル高い。あの人はほんまに次どんどんね、新しいおしゃれしてもらってもめちゃめちゃかっこよくなるでしょうね。あ、なんか仕事の話とかもいろいろしてもらって、そうですね、勉強になったな。勉強になる回でしたね、今回も。また、そんな感じでお疲れでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかゆきさん、めっちゃ今更やけどさ、顔剃りって超大事よな。大事で。俺今思い出したことがあってさ、なんか高校生とかさ、社会人1年目ぐらいの時さ、いつも行くとこやとかでさ、顔剃りどうするって言われてさ、500円かかんのよ、
だるやん、500円かかんの、顔剃りで、いや、いいっすわっつって、俺、顔剃りほとんどしてもらったことなかったわ。今、子供はいいんじゃない？今思い出した、いや、社会人1年目、19歳よ。社会人か。やっててよかったわ。まあ、その価値が分かんないものは人間お金払わなきゃ。いや、そうやな。しょうがない。の価値も感じなかったんで、その時のクリスマス。ダッサい男。めっちゃダサいな、俺。やつやから、ゆうきさん覚えてる？俺がゆうきさんにさ、髪の毛切り始めてもろてた時さ、じゃあクリス君どうする？顔剃りする？いや、お金いるんやで、ええぞ。価値感じてない。価値感じてないわ。全然、この顔剃りに価値感じてなかったわ。知らんかったもん。顔剃りに意味があることを。あ、ええぞって。いらんすわ。